テラタームはテラニシダカにより開発されたリモートログオンクライアントである。現在ではテラタームプロジェクトによりオープンソースとして開発されている。SSH テルネットシリアルの各通信プロトコルに対応しマイクロソフトウィンドウズで使用できる。物理学者のテラニシダカによるオリジナルは1994年から1998年にかけて開発された。 1 6ビット版のテラタームと3 2ビット版のテラタームプロがあり、テルネットによるリモートホストへの接続とシリアルポートでの接続を可能とし、マクロを備えているのが特徴であった。x モデムやスモデムなどのバイナリ転送プロトコルもサポートしており、パソコン通信やユニックスへのログインによく使われていた。組み込み分野ではハードウェアにシリアルポートで接続し、機器の試験のために、 マクロ機能が利用されることも多かった。また、ロバート・オーキャラハンによる TTSSH をプラグインとして組み込むことで、テラタアームによる SSH1 接続が可能となっていた。このテラタアームの最終バージョンは2.3で、対応 OS は Microsoft Windows NT および Microsoft Windows 95である。オリジナルのテラタアームは1990年代の Windows 向けフリーウェアとしては珍しくソースコードが公開されている。しかしソースコードを変更したバイナリを再配布するには原作者の許可が必要とされていてオープンソースイニシアティブによるオープンソースの定義には厳密には合致しない。なお TTSSH は当初からオープンソースライセンスで公開されている。ソースコードが公開されているためその後に IPV6 対応版、ローカライズ版、プロキシ対応版、半透明化に対応した版などの派生版が登場した。しかし、主開発者が不在であることや派生版を再配布するためには原作者の許可が必要だったことなどを理由として、テラタアームの開発を第三者が引き継ぐことが難しい状況が続いた。当時において、セキュリティに関する需要が高まっていく中で、 セキュリティ上の脆弱性があるとされているテルネットや s s h 1は利用されなくなっていった。当時は TTSSH が SSH2 に対応しておらず、また SSH2 に対応していた派生版としてはエラテクノロジーズによるテラターームプロウェブがあるがソースコードが開示されていないためパテ等にユーザーを奪われていった。 平田豊を中心とするテラタームプロジェクトによって2004年3月にテラタームへのパッチという形態で UTF-8 サポート版が作成され同年8月には SSH2 に対応した TTSSH がベータ版として公開された同年9月にテラ西高に連絡が取れてテラタームプロジェクトが正式な開発とバイナリ再配布の許可を取得したさらに 修正 BSD ライセンスの下で TTSSH2 を取り込んで UTF-8Teratarm Pro with TTSSH2 としてオープンソース化された。後にインストーラーの採用で関連ツールを同時にインストールされるように改良され、2008年6月にはオリジナルと同じく t e r a t r m に解消された。バージョン 4XX 以降では UTF-8 と SSH に対応を主軸とし、派生版の機能を取り込んだ開発を目的とする。現在では、テラタームは、パテを、リンクライブラリーとして用いている。また、日本にではなく、アメリカに拠点を置くコミュニティもある。平田豊、豊 s ウェブページ。2015年5月23日閲覧。このテラタームは、オリジナルの16ビット版テラ。 タームと同名だが、同3 2ビット版テラタームプロの後継である。AB、テラタームプロ2.3との差分。2015年5月23日閲覧。テラターム、ログメト、レイテストバージョンズ、フリーウェア、サポート。2015年5月23日閲覧。ありがとうございます。